ドエス刑事、シリーズドエス刑事三つこの魂百まで、殺人事件、ドエス刑事三つこの魂百まで、殺人事件は、七尾よふみによる日本の推理小説、ドエス刑事シリーズの第三弾。警視庁、捜査一家三係所属の高慢地気で、殺人現場で、死体に燃えるばかりのやる気ゼロな美人刑事、黒井マヤが奔走するミステリー。今作では、マヤが、 ドエスになったルーツが明かされている。著者自身はまだまだ無垢だった中学生の黒井マヤさんが命がけの脱出劇を繰り広げます。やがてそれは現代の食べ過ぎ殺人事件につながっていきますがと紹介している。文庫版の後書きは著者と同じこのミステリーがすごい。大正出身作家の岡崎拓馬が手掛けている。2001年黒井マヤの同級生で 女優志望の振動キリコは土蔵と名乗る芸能プロダクション関係者に声をかけられる。映画撮影中に失踪したキリコそっくりの女優の替え玉を演じるというもので、キリコはマヤを連れて人里は慣れた雪山の洋館で撮影に臨む。しかし、撮影本番前にキリコは屋根裏部屋で見てはいけないものを見てしまう。それがマヤとキリコに迫る惨劇の始まりだった。 時代は、現代に戻って、東京、立川で、無数のスイーツに囲まれた死体が見つかった。ハンダごてを押し当てられたような火傷の跡があり、犯人は、ハンダごてを使いながら、被害者を脅し、スイーツを無理やり食べさせて、胃袋を破裂させ殺害したようだ。そして、被害者に陥し入れられて、いじめに遭い、過食症から自殺したクラスメートがいた。 今回の死体に高得点をつけたマヤは思うところがあり5年前に浜松で起こった電気一殺人と3年前に浦和で発生したまぶた切除殺人を独自に調べていた。するといずれも被害者が原因で自殺した人間が出ており自殺の原因となった手口によって殺害されていたことが判明する。そしてこの事件の捜査の中でマヤの心の奥底に眠っていた。 中学時代のある記憶が少しずつ呼び起こされていき命の危険が迫ろうとしていた。果たして大神山はマヤを救うことができるのかマヤ中学生時代現在被害者及び周辺人物ありがとうございます。